どうもこんにちは、カノカズマです。いや、もう皆さん4月ですね。4月といえば、ね、新生活がね始まりますけども、皆さん新生活はどうですか？僕はですね、特に変わりはないですね。もう4月だろうが5月だろうがね、特に何か新しいことが始まるってことはね、別にないです。はい、切ないですね。はい、そんな感じで今日はNetflixで4月に配信される作品の紹介。4月に配信される作品もなかなか面白そうなね、作品がありました。それでは紹介していきましょう。1本目は4月2日配信、ザ・サーペント。この作品はドラマシリーズとなっておりまして、イギリスの BBC が制作しております。ただ舞台はタイのバンコクとかね、アジアのその辺らしいですけども、ただ制作はイギリスですね。そして内容の方がですね、実在した連続殺人鬼シャルル・ソブラジという男を題材にしたドラマで、このシャルル・ソブラジという男は、1970年代にタイとかバンコクとかで旅行者とかバックパッカーを相手に昏睡、強盗、殺人をね繰り返して、もう10人とか20人とかそれぐらい殺しまくった、とんでもない男がいまして、でその男のお話なんですね。内容はね結構なんか怖いね、サスペンスらしいですよ。で出演はですね、ジェナ・コールマンも出てますから、はい、本当に王子様と付き合ってたね、めちゃくちゃ可愛い。ジェナ・コールマンもね出てますからね、最高じゃないでしょうか。はい、おすすめです。2本目は4月の8日配信、極主夫道。今作は原作が漫画でアニメシリーズとなっております。内容が、元ヤクザの男が結婚を機に足を洗い、仇になって主婦として生きていく様をコメディタッチで描いた作品ですね。この作品はね、昨年実写ドラマ化もされましたけども、あれはね原作をね結構改変してたみたいで、原作ファンからはあまり評判がね良くなかったっぽいですよ。僕は1話2話ぐらいしか見てないのでね、その辺ちょっと分かってないですけども、ただ今回のアニメ版はちゃんと原作基準になってるんじゃないでしょうか。それにね、主演の声優が津田健次郎さんっていう、漫画の宣伝動画の実写で主役を演じた津田健次郎さんなんですよ。その人が今回アニメ版でも声を当てるっていうことで、これはもう原作ファンも納得の作品になるんじゃないでしょうか。続いて3本目は4月の9日配信、サンダーフォース正義のスーパーヒロインズ。この作品はスーパーヒーローコメディ映画となっておりまして、主演がメリッサ・マッカーシーとオクタビア・スペンサーで、内容の方がですね、普通の人が科学実験によってスーパーパワーを手に入れることができる世界を舞台に、そのスーパーパワーを手に入れたメリッサ・マッカーシーとオクタビア・スペンサーのおばちゃん2人が力を合わせて悪と戦っていくという、そんな映画となっております。で、見どころはね、やっぱりおばちゃんがヒーローになるって、ここがね一番の見どころですよね。メリッサ・マッカーシーといえば、昔スパイっていうね、スパイ映画の主演をおばちゃんがやるっていうね、そんな映画も作ってましたので、その感じで見ればね多分面白いんじゃないでしょうか。続いて4本目は4月の9日配信、楽園の夜。この作品は韓国映画となっておりまして、主演がオム・テグとチョン・ヨビン、はい、最近ヴィンチェンツォでね出てますね。で、内容が、大切な者たちを殺された挙句追われる身となった組織の構成員、逃亡先のチェジュ島で心に傷を抱えた女性と心を通わせていくが、それはあまりにも短すぎる平穏で、というような内容となっております。はい、今んところこれぐらいしか情報はないです。しかしですね、今作なんと監督が新しき世界とザ・ウィッチ魔女のパク・フンジョン監督ですよ。めちゃめちゃドシブなね、ノワール映画も作れて、でもエンタメにも仕上げることもできる、このね最高の監督ですよ。で、この楽園の夜、予告を見る限りだと、
まあやっぱ渋いね。もうなんかもうそのストーリーだけ聞くとちょっとソナチネ思い出すようなね、そんな内容だけど、そのパクフンジョン監督の手腕によってもうすげえノワールに仕上がってる感じが、これはもうたまらない一作になりそうで、結構ね、なんか評判もいいみたいで、いやめちゃめちゃ楽しみですね。5本目は4月の15日配信、彼女。この作品は、群青という漫画原作の映画となっておりまして、内容が、同性愛者の水原希子演じる長沢レイと、夫から壮絶な DV を受けている女性佐藤穂奈美演じる篠田奈々江、そんな二人が、愛も憎しみも限界を超えた彼女たちの逃避行を描いた作品となっております。まあストーリーだけを見るとね、ちょっとこうテルマ&ルイーズみたいな、そんな雰囲気をね感じますけども、まあただやっぱりね、邦画ですから、まあそれはねちっこい暗い重い、そんな感じになってたりするんじゃないでしょうかね。まあ監督もね、広木隆一さん、まあ最近はちょっと少女漫画映画とかね手掛けてますけども、まあ結構ね重たい作品もね作りますからね。日本のネットフリックス制作の映画っていうと愛なき森で叫べ以来じゃないでしょうかね。ドラマはね結構作ってますけど、映画はね、まあ、あんまりないので、まあ、そういう意味でもねちょっと期待したいなと思うし、ただいい時と悪い時のね差はね結構でかいからね、ネットフリックス制作って、うん、やっぱ監督主導っていうところがさ、うん、そうちょっとね、どうなんでしょう。うん、広木隆一監督がね、正直そんなに見てるわけじゃないからわかんないけど、いやまあでも重たいには重たい作品になってたりするのかな、うん、わかんないですけど、おすすめです。6本目は4月の29日公開、ヤスケ。この作品はアニメシリーズとなっておりまして、内容が、戦国時代に織田信長に仕えた家臣、黒人のヤスケという実在した男を元にした作品なんですね。まあそのどういうストーリーなのかね、まあ、正直ちょっと今のところ情報はねあんまりないのでいまいち分かってないですけども、ただね分かってることは、今作を手掛けた制作スタジオがマッパという会社で、この会社は今呪術廻戦を作ってる会社なんですよね。だから呪術廻戦みたいなアクションシーンが期待できるんじゃないかなと。ストーリーはね分かんないですよ、ただアクション的には結構期待できるものがあるんじゃないかなと。脚本監督とかはね、なんかこう海外の人がね手掛けてるっぽいからちょっと分かんないけど、ただアクションシーンは面白いんじゃないかなってそう思います。ということで今回の、配信作品はいかがだったでしょうか。まあ、僕的にはやはり楽園の夜、これが一番見たいですね。もう、まあ、できたらね映画館で見たいですけども、でもねこれが僕的には一番期待したい、そんな作品です。さあそれでは今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。